正式によく来るお悩自行恋をしているときに、なんとなく空打ちになる。自行恋の後に射精するけど、なんか気持ちが良くない。なんかダラ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 出てくるだけ。というようなお悩みいただきます。そのお悩みの考え方を一つ提示できます。それは何かというと、 射精のタイミングを自分でコントロールできるようになって、G 行為が一人前になっているっていう考え方です。この考え方はですね、皆さん、武士道を知ってますかそれとかけた、なんとですね、射精道というものがあります。<う>この射精道について提示していて、本を書いている先生がいます。 その皮肉科の先生は、ご自身の体験談とか受診をされる方の傾向とか、こういうお悩み、こういう助言をしているというようなものを一つの本にしています。そのタイトルが射精度です。その射精度の中に、先ほどお伝えした G 行為をコントロールできるようになって、 写生を自分でコントロールできるって初めては一人前。こんな感じで書いてありました。じゃあですね、なんでこのコントロールできないといけないのか。いや、気持ちがいいのが高ぶってきた時にそのまま写生をすればいいじゃないかって思うと思うんですけれど、その自分の気持ちよさ、快楽だけに行ってしまうと、実際女性の中、 挿入をする前に射精をしてしまったり、挿入をして数秒で射精をしてしまったり、という早漏になってしまう可能性が高いと言われています。この本の中には、何回気持ちが高ぶって抑えて、何回高ぶって抑えて、で何回目にしたらいいですよってことを書いてはあるんですね。実際にこの自慰行為について教わらないじゃないですか。ね、正しい自慰行為、してはいけない自慰行為、 じゃあ、正しい自慰行為はどこをどういうふうにしたらいいのかっていうのは学ばないじゃないですか。教えてもらえないじゃないですか。そういう環境なので、誤った自慰行為、してはいけない自慰行為、そして自分が気持ちいい時に射精をするというような方法を取る方が実際増えてきてて、女性の膣内で射精できない。 室内射精障害になっている方が増えていると書いてます。減ってきてないんですよ。増えているっていうことです。これはですね、昔の方だったら多分そんなの教わらなくてもって言うかもしれないんですが、今の現状の社会だと教えてもらわなかったら過激な映像でしか興奮できない人たち、 あとは床を使って自由恋をする人たち。強いグリップで自由恋をする人たち。というように、皆さん、気持ちがいいことって続けたいじゃないですかで。それで続けていってしまって、じゃあパートナーと子供を作ろうかとなったら、あれ、できない。っていう方は、日に置き家の先生のいろんな本を読んだとしても、全部、室内射精障害になる方は増えていると書いてるんです。 その一番最初のところに戻ると、まあ、正しい自己購の方法もいろいろな方法が書かれています。その中でも、空打ちになって勢いよく出ない。こういうふうなご相談も来ます。そういう方はですね、一回ピークに登ったからといってすぐに射精をせず、少しこう落ち着ける。 そしてそれを何度か繰り返して、射精を気持ちよくする。また勢いよく飛ばすっていうことをすると、スッキリ感とか、まあ、気持ちよさっていうのは大きくなる。っていうふうに書かれてます。でそれで、普段、空打ちになっていたり、ダラダラダラダしちゃう方は、少し我慢をして、何回かこう気持ちよさのね、この山を高く高く高くして、射精をするっていうこのコントロールは、 何歳からでも始められますよって、この社制度の方には書いてます。なんで、自分にはもう無理だということではなく、自分でじゃあちょっとやってみようかな。そして取り組んでいただきたいと思います。その時にですよ、その時にですよ、過激な映像ではなく、おすすめはですね、空想です。皆さんの頭の中に多分あると思うんです。いろんな空想の。 ネタが。<laughs> それを思いながらぜひしてください。それはなんでかっていうと、この写生堂の本の中にも空想を使ってしましょう。映像とかだけに頼るんじゃなくて、自分の頭の中のこの空想を使って自行為をしましょう。っていう,うに書いてありますので、過激な映像に引っ張られがちですけれど、それも ちょっと抑えて、頭の中を使って、自 G 行為の訓練、勢いよく飛ばせたり、またはスッキリ感、またはこうね、気持ちがいい射精ができるように取り組んでいただきたいと思います。